はい、どうもこんにちは、サイです。今日はですね、胡蝶かなえを書いていきたいと思います。まず輪郭から書いていきます。輪郭はこの真ん中に線を引いた時にだいたい左右対称になるような感じで書くようにしてください。このあたりは詳しくは輪郭の書き方講座で解説していますので、よかったらそちらもぜひご覧いただけたらと思います。概要欄にリンク貼っておきます。で、さっき書いたあの真ん中の中心の線のところに鼻があるので、先に鼻を書いておきます。ちょっと鼻筋通して、で、目を書いていきます。鼻のは割とあの上のラインが厚めで、まつげが下を向いてる感じですね。で、目も人様すごく大きいです。大きくて、で、ちょっと上と下に挟まれてちょっと潰れてる感じっていうんですか。下のラインはあんまりここを飛び出さないように、目が瞳からはみ出ないような感じで、で、下まつげちょび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 と、目の中は丸をハイライトを3つぐらい描いて、で、横線ちょっと、で、二重のライン描いて、眉毛は結構垂れてる感じです。で、反対側の目を描いていきます。だいたい目は左右でサイズとか高さとかを合わせるような感じですね。なので、まあだいたいこの辺かなっていう。で、瞳を描いて、で、ちょっと下にまつげいってる、つむき加減みたいなまつげですね。こっちもちょっと足すまつげで、下のラインです。こっち側はあんまり、鼻寄りの方の下のラインですね、をあんまりはみ出さないようにすると鼻っぽくなります。で、下まつげちょびちょびちょび、で、二重のラインを描いてですね。で、眉毛は垂れ気味。と、瞳の中は丸を三つ描いて横線で字を描いていきます。結構なんか柔らかく笑う感じで、真ん中をちょっと下げて。で、上げて、で、下唇を描いて、で、ちょっと唇のツヤを入れときます。で、先に耳を描いておきます。耳はだいたい目の横ぐらいの位置に、で、これもまた左右で高さ合わせ、高さとあとサイズですね、サイズも合わせつつ、このぐらいかな。で、先にタイプ描いていきます。首ですね。女の子は首はちょっと細めに描きます。で、大福ですね。この大福の真ん中のラインはさっきの顔の中心のラインぐらいに来るような感じで、で、理解ボタンですね。で、襟のラインをちょっと途切れだかけの線で二重にして、で、羽織描いていきます。羽織は蝶の羽の模様みたいなのが入るので、ちょっとその、で、前髪描いていくんですけど、鼻もセンター分けで、前髪が結構長い感じなんですね。だから、前髪の中心は、このさっきの真ん中の線の大体鼻の上ぐらいに通って、で、生え際はギザギザさせて、で、ちょっと顔に沿ってかかってくるような感じですね。自分も一本ちょっと足して消しますね。
ちょっと紙のラインを書いて、反対側を書いていきます。大体これもトップの高さを合わせるような感じで、で、生え際はギザギザギザ。ギザが小さい。で、こっちも、顔に。で、こっちもちょっと深みのラインを描いて、あと耳重なってるところは最後に消します。で、この頭のトップがどこに来るかっていうのは、だいたいこの目から顎までの長さのだいたい倍で、これちょっとうつむき気味なので、少しだけさらに上に取ります。なのでこの辺に頭の頂点を取って、そこを通る感じで髪の毛、後ろの髪の毛ですね、を描いていきます。で、耳の横の毛が少し肩にかかっていく感じで、で、あとは髪の毛の流れを描いて、で、反対側も同じように、後ろの毛を描いて、で、ちょっと肩にかかっていく毛があって、鼻は左右のこの両側を蝶の髪飾りで留めてるんで、要はそこに向こう、この辺ですね。この辺で、それに向かうラインを描いてる。まず左側の髪飾りから描いていきます。角度的にこっちの羽はよく見えるんですけど、奥の羽ってちょっとあまり見えない感じなんですね。で、下の部分。で、ここちょっと丸作って、で、とりあえず一旦こっち形作って、だいたいでこれの羽の高さを同じような位置に反対側も書いていきます。まあ、だいたいこのぐらいかなって。で、こっちもこのぐらいかなっていう感じですね。で、下。二つポコポコって作って、で、ピョーンって伸ばして、で、丸書いてピョーンですね。中の飾りを描いていきます。ここはまず縁を二重にして、こっちもですね、縁を二重にして、で、大きい丸、ちっちゃい丸と交互に入って、ちっちゃい丸、大きい丸、こっちも同じように大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸、大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸で、羽の模様ですね、文様、蝶の羽みたいなやつ、これちょっとパキパキパキっとさせる。で、下。下はもうちょっとこのぐらい、羽の部分がこのぐらいですね。で、ここに、1、2、3個。反対側を描いていきます。同じように、これを二重にして、ほとんど見えないんですよね。で、大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸、ちっちゃい丸。大きい丸、ちっちゃい丸、大きい丸、ちっちゃい丸。大体この頂点の部分を大きいのにしてバランス取っていくといい感じになると思います。で、羽のような描いて、ちょっと羽描いて、で、丸、丸、丸。で、この輪郭と髪の毛の前髪の重なってる部分を消していきます。そうですね、と肩と羽織の重なった部分、これは絶対その羽織の流れを線を描かないと、ここだけ描くっていうのはめちゃくちゃ難しいからので、絶対描いた方がいいですね。こっちを消します。この髪の毛の流れを描いて、で、最後に髪の毛と、あと髪飾りをタッチ入れていきます。髪飾りちょっと細かいので、もうここはめんどくさいやら、ちょっと飛ばしてもいいですよ。本当はね、ベタ塗りしないとなんか忍の髪飾りちょっとなっちゃうんですけど。
で髪の毛も入れていきましょう。あと大福ですね。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえると嬉しいです。はい、というわけで今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。